皆さん、こんにちは。小林もどかです。こうやって Vlog の形でお話しするのは久しぶりなんですけれども、実はですね、私最近人生初めての帯状疱疹になってしまいまして、いろいろニュースとかでも帯状疱疹がだんだん若い世代の人たちの中でも流行っているっていう、そういうニュースをね、目にした方もいらっしゃると思うんですけれども、私が初めて帯状疱疹になって、改めてこう周りに話したりしてみると、実際自分も何年か前に帯状疱疹になったっていう方が意外と多くて、それにもまた驚いているところなんです。帯状疱疹っていうのは、体のどこに出るか、人によってまた様々なんですけれども、私はこの痛みと壮絶な苦しみに耐えた3週間近くだったので、少しでも多くの方に帯状疱疹というものを知っていただきたいなというふうに思って、こうして撮影をすることにしました。ちなみに私が帯状疱疹を発症したのは左側の後頭部だったんですね。まさか頭に帯状疱疹ができるなんて思いもしないですし、一番最初の時には、時々疲れた時に、それからストレスが溜まったり、睡眠不足がたたったりする時になる、ちょっとこの、なんて言うんですか、こう、三叉神経の周りに、たまに疲れるとズキーンっていう痛みが走る時があるんですが、それがまた来ちゃったなぁなんていうふうに思っていたんですね。そこがスタートだったんです。そして、大体3、4日、長くても4、5日すれば自然に今まで、治癒していたので、そんなに鎮痛剤飲むっていうことも好きではないので、様子を見て、よっぽど痛かったらホメオパシーをちょっと舐めたり、そんな感じで今回もやり過ごそうというふうに思っていたんです。それが10月の23日のことでした。で、ズキンとしたなっていうふうに思ってから、3、4日経ちまして、その週の水曜日になっても、まだ痛みが引かなくて、痛みが引いてくるどころか、どんどんこの痛さっていうのが、ズキンっていうのが今までには感じたことのないような痛みに変わってきて、いや、これはおかしいと。で、その時ちょうどうちに母が遊びに来ていたので、ごめんね、ちょっと鎮痛剤買ってきてくれるって言って、もう致し方なく鎮痛剤を飲むことにしたんです。そしてその週の、土曜日ですね、まず最初にやっぱり痛みが治まらないということで、内科に行ってみました。で、内科の先生に見ていただいて、じゃあ血液検査をしましょうということで、血液を採血して、すぐにこう炎症反応とかね、そういうものを調べてもらったんですが、数値がすべて正常だと言われまして、何も異常はないのでっていうことで、薬も何も出されずに、その日返されたんですね。でも痛みはあるしなって、何も問題がないっていうふうに言われても、この痛みはもう5日6日続いて全然治まるところが感じられなくって、とりあえず血液検査は何もないからいいかっていうことで帰ったんですが、そうですね、23日に私全部その記録をですね、先生に説明できるように、このスマホのね、メモ機能に全部書いて残してあるんですけれど、27日金曜日ぐらいから、この頭皮を痛いなってこう触ったら、あれ？なんかボコってしてるなって。で、そのちょっと前ぐらいから、このリンパのとこにもボコっていうのが、ちっちゃいこう大豆ぐらいの塊のしこりみたいなのがあったので、すごく驚いたんですが、でも内科の先生にそれを見せても、これはそんな心配するものではありません。そして、その週ですね、痛みが出てから1週間後の月曜日の朝一、今度は耳鼻咽喉科に駆け込んだんです。そして、ちょうどこの耳のあたりのこのあたりがズキンズキンビリビリだったので、
皮膚科っていう選択肢はもう私の中には思いつかなくて、そして耳鼻咽喉科の先生に見ていただいたら、まあ、とても鼻も耳もすごく綺麗ですなんていうふうに褒められたぐらいで、いやでもこの痛みはもう本当に尋常じゃないと思って帰ってきました。でその時耳鼻咽喉科では、抗生物質を処方されまして、まあ、抗生剤もあんまり飲みたくはなかったんですが、もう背に腹は変えられないということで鎮痛剤とそれから、その抗生物質をその時に、いただいてきたものを飲み始めたんですね。そして、その翌日だからちょうど痛いなって思ってから8日目ぐらいの日にたまたまもうその時は痛みも結構ピークだったんですよね。もうこの表現するなら私実際これも皮膚科の先生に言ったんですけれど、この頭の表面をカッターでこうガーって削られて切られて切り刻まれてそこにからしを塗ったようなもうビリビリ痛くて痛くてズキンビリビリっていうのが、それが、10月の31日のことでした。であまりに痛くて、そしたらある人からいやまさかそれ帯状疱疹じゃないよねなんていうふうにポロッと言われて、その場で私検索してみたんです。頭皮帯状疱疹って初めてその時に帯状疱疹って検索をしたんですね。そしたら何もかもすべて症状が当てはまって、そしてその日の夕方、もう本当にあの病院もいろいろとこう閉まってきたりするタイミングで、駆け込みで、そこの皮膚科はあの美容系に強いところだったので、本当は違うところに行きたかったんですが、もうその日終わってしまっている時だったので、あのもう一つのね、うちにある近くの美容系の皮膚科に駆け込みました。そしてまあこれはほぼ間違いないだろうと、これは帯状疱疹だろうっていうことで、その日からウイルス剤、抗ウイルス剤を処方されて飲むことになったんです。でも私にしたらこの謎の1週間近くこの謎の痛み、激痛に悩んで夜も眠れないぐらいだったんですよね。この枕にちょっとこう擦れただけでも痛くて、でも人間右側だけずっと下にして寝るっていうのもまた疲れるので、気づくとこう寝返りを打って左側に頭がこう擦れたりするとそれだけで痛いって言って起きたり、また夜中の1時2時ぐらいにあまりに痛くてこう汗をかいて油汗をかいて起きるような時もあって、でその痛みのもうピークが、10月の31日頃だったんです。でその日から抗ウイルス剤と鎮痛剤なんかを飲み始めたんですけれども、あの私の友達が紹介してくれた皮膚科が、まあ、近くにありまして、そこの先生がちょうどその11月3日もお休みが挟んだり、それからあの診察をするのが水木がなかったり、ちょうど3日間空いちゃって、やっと11月の4日にその本当に行きたかったところの皮膚科の先生のところに行きました。でそのあたりはちょうど幼稚園が休みだったので、子供を5日間私の実家に預けておいて、11月の1日からあのうちの子供はいなかったんですけれど、私はもううんうんうなりながらなんとか家でこう生活をしていて、そして11月4日やっとその皮膚科に行けたんですけれども、まあ、朝一番に行ったらそれでも混んでいて、連休明けだったので、でやっと順番が回ってきて先生に説明をしたら、もうそれはあの典型的な帯状疱疹の症状です。その痛みから始まってボコボコっていう、頭のボコボコっていうのもそうだし、もうすべてそれはもう帯状疱疹の症状ですっていうふうにきっぱり言われてしまいまして、でさらにあのウイルス剤、抗ウイルス剤というのはウイルスが発症してから3日間以内にもう飲まないとそれはもう手遅れなんですと。だから今更抗ウイルス剤を飲んだところでもう効かないんですっていうふうに言われてしまって、なんかもうがっかりですよね。で11月4日の時点でももうズッキンビリビリだったので、もう藁にもすがる思いで先生のところに行ったんですが、
あなたの場合は来るのが遅すぎましたっていうふうに言われて、もうちょっと手遅れなのでみたいな感じで言われて、もう結構心がただでさえ体で辛いところに、なんかこう傷口に塩を塗られるような気持ちで、そしたらペインクリニックを紹介するので、あなたはもう皮膚科では何もできないのでペインクリニックに行ってくださいということで、紹介状を書いていただいて、そのペインクリニックまで向かいました。その時ももうこの先どうなるんだろうって、結構その皮膚科の先生に怖いことをいろいろ言われて、例えば後遺症でね、残ったりする場合もあるとか、まあ、ドクターの人たちっていうのは割と最悪なことを言う人も多いですよね。なのでその最悪なパターンをいろいろと聞かされて、もうただでさえ不安な気持ちがもう膨らんで、もうどうなっちゃうんだろうって思いながらペインクリニックに行きました。で、私はその日当日のその予約もなく突然入れていただいたっていう感じだったので、本当に最後の最後に呼ばれたので、まあ、痛さを我慢しながら2時間ぐらいずっと待合室で待っていたんですが、まあ、やっと順番が来て、そのペインクリニックの先生、男性の先生なんですが、それまでの経緯というのを全部伝えたら、まあ、発見が遅すぎましたねってまたそこのペインクリニックでも言われて、で、そういうふうにもう発見が遅いと、ウイルス剤を今抗ウイルス剤を飲んだとしてももう意味がないので、その痛み止めと抗ウイルス剤はもう飲まなくていいですって言われました。で、じゃあ奥の部屋の、ペインクリニックなので、皆さん結構帯状疱疹の方っていうのも多く来られていて、ブロック注射っていうのがあるんですね。それが神経のその大元の部分に注射をするという感じで、私の場合は左側のこの後頭部全体だったので、今でもペインクリニックに通って後頭部に注射をしているんですが、ちょうどこう、盆の窪がありますよね。そのちょっと左側にずれた少し上ぐらいのところ、このあたりに注射をその日されました。でももうわけもわからずに、一体自分はどうなってしまうんだろう、手遅れって2箇所で言われちゃって、発見が遅すぎたって言われて、いや、内科も耳鼻咽喉科も行って、皮膚科にどうしていかなかったんだろうって、そういう後悔もあって、たまたま母が来ている時に、うちの母は2回帯状疱疹をやったことがあるんですが、母は一番最初の段階で、まさか帯状疱疹じゃないわよねってぼそっと実は私に言ってくれてたんですよ。でも後頭部だし、いや、まさかなんて、もうその時は全然真に受けなかったんですね。あ、なんで母のポロッと言ってくれたあの一言の時に皮膚科に駆け込んでおかなかったんだろうっていう後悔とか、この先本当に普通に生活が送れるのかなとか、もういろんなことを思って、で、じゃあ奥のベッドのあるところに通されて、そこはカーテンでパーテンションでね、多くのブロック注射を受けた人たちが休んだりしていたんですけれど、もうわけもわからず奥に通されて、じゃあ早速今日からブロック注射をしましょうということで、体育座りになって先生に背中を向けて、その診察台というかベッドがね、上がって、じゃあちょっとチクンとしますよって言われて、注射をここにされたんですよね。でもその時は私、この皮膚があまりに神経がもう痛すぎて、注射の痛さが全く感じられないぐらい、頭皮の注射ってこんなに痛くないもんなんだって思うぐらいだったんです。もう1ヶ月以上今経っているので、私はもうそのビリビリとかチクチクとかそういう痛みはないので、昨日もちょうどブロック注射を6回目受けてきたところなんですが、痛いんですよ、普通に。だから最初のその4回ぐらいは全然痛さは感じなかったので、あ、やっぱり神経が本当にちょっとおかしくなってたんだな、ウイルスでやられてたんだなっていうのを改めて怖くまた振り返ったりもしたんですけれど、いや、本当に辛くて、で、その一番最初に注射を打たれた時、こう、ちょっとこう、うつむいて、先生が注射を打ちやすいように下向いてくださいって言って、うつむいて注射を打ってる時に、あ、まるでなんかマトリックスのシーンの、キアヌ・リーブスとかがこう、ここに管を入れられるような、あんなシーンだなとかって、もう、
痛みの嵐の中にいる間にも、なんかそんな風におぼろげに映画のシーンを思い出したりとか、これからどうなっちゃうんだろうなんて思って、でその注射をしてから15分横になってないといけないので、そのベッドの上で仰向けで待っているんですけれど、いろんなことを思ったらもうなんか気持ちがこういっぱいいっぱいになってきちゃって、大人なんですけども、なんか気づいたら仰向けでこう寝てるんですけど、両目から涙がもう止まらなくなっちゃって、でその時子供は、まあ、実家にね預かってもらっていたので、いつもだったら横にいる子供もいないっていう、そのなんか心細さも相まって、これから先どうなっちゃうんだろうこの痛みの中でっていう、そういう不安と悲しさと発見が遅れたっていう悔しさと、いろんな感情がもうなんか抑えきれなくなっちゃって、私大泣きしちゃったんですね。で動いちゃいけないので、何かあったら手を挙げてくださいって言われて、その診察台のベッドの上でもう仕方なくこう手を挙げてそしたら近くに待機してる看護師さんが、どうされましたって言って、私のねマスクをしなきゃいけないので、マスクの眼鏡の奥にもう私がすごい大泣きしてるので、どうしましたか、痛みがひどいですかとか驚いちゃって、で近くにねたくさん同じように痛みを抱えている方たちはいるから、そんなにおいおいは泣けないので、もう声を殺して、いや皮膚科の先生のところでも手遅れだって言われて、先ほど先生にも発見が遅かったって言われて不安になっちゃってって言って、もう大泣きしたらティッシュ持ってきてくださって、いやそれでもねって、もっと発見が遅く来る方もいるぐらいなんですよ、だからびっくりしちゃったと思いますけれど、そんなに気を落とさないでくださいねって、やっと初めてその医療従事者の方から優しい声をかけていただいて、なんかどこかこうほっとしたような気持ちがあって、そしたら先生も来て、私がすごくおいおい泣いてるのでね、なんかちょっとフォローに回ってくれたんですよね。これからでもこれから注射をしたり、その薬を飲んだりして解放に向かっていきますからみたいな感じでフォローしてくださって、でさらに飲み薬も、私驚いて、飲み薬が、パキシルというもので、それが長年、うつ病の治療に使われている神経をちょっとこう落ち着かせるような効果のある薬ということで説明を受けたんですが、それが最近この神経の痛みのピリピリとかビリビリにも有用だっていうことで、このペイン の, 現場でもその薬が使われているんですっていうことだったんですが、突然先生がうつ病でも使われて治療でも使われている薬を飲んでもらいますって言われて、それにもびっくりしちゃって、うつ病で使う薬なのとかって、もう情報がもう私の中で処理しきれなくって、そんな感じのこの11月4日土曜日でした。でその翌日の5日には子供がね帰ってきたんですけれども、連れてこられたんですけれども、その日実家に LINE で動画で話した時に、もうすでに私は母にもう大泣きしちゃったなんていう風に報告してたので、子供にママ泣いちゃったのなんて言われて、でも私がまた子供の顔を見てなんか安堵感といろんな感情で泣いちゃったら、うちの子まで、いやママが泣いたら泣いちゃうなんて言って一緒に泣いてくれて、そんな感じでした。で、痛みは結構続いて、結局3週間近くも痛みが続いていたので、果たして本当にこう、ゴールが来るのだろうかという不安でしかなかったんですが、たまたま私のお友達で、2回帯状疱疹、かなり重度の帯状疱疹にかかったことのあるお友達がいまして、彼女に話を聞いてみたら、本当に
発見が彼女も遅れてしまって、で彼女は入院をして、その時にやはりドクターからいろいろと不安な最悪の状況っていうのを聞かされて、後遺症が残るかもしれないとかいろんなことを言われたけど、今私こうやって全然元気で生活してるから全く不安にならなくていいよなんていうふうに励ましのメッセージをたくさんくれたりして、まあ、そういう経験者の、ね、声っていうのはすごく心強いのでありがたいなって思いながら、彼女からのそういう経験談っていうのも一つのこう私の中での希望の光として、いろいろ質問したりで聞かせてもらっていました。そうですね。それでこうやってメモで読んでみると、そう、だいたい11月の3週目ぐらいまではやはりこうチリチリが残ってたり、あと不思議とかゆさも出てくるんですよね。かさぶたの時のかゆさみたいな感じで、要はその神経の中をウイルスがこう傷つけながら行くので、それで痛みは起こるんですけれど、その後の、なので抗神経痛の一つになるのかはわからないんですが、先生がやはりこのブロック注射を受けてると皆さん帯状疱疹の人が多いので、同じようなことを先生に質問してるんですよね。で、かゆみが1週間にちょっと何日かありますって言うと、それはアリが這う症状というふうに、擬音症って言ってたかな、なんかこうアリが這うようなムズムズ感っていうふうに先生はお話しされてたんですけれども、その神経が治ってくる途中でそういうかゆさが出てきたりするんですよね。なので私は本当にこんな辛い思いをするぐらいだったら、どうして最初に皮膚科に駆け込まなかっただろう、そういうふうに後悔をしていて、まあ、こうやって動画でたまたま目に止まった方に、あ、痛い、なんかちょっと皮膚が痛いっていう時に、もうとにかく帯状疱疹もまずは疑ってみてほしいっていうふうに思ったので、こうやってお届けすることにしました。まあ、私のね体験談なので、人それぞれによってその本当にすごく軽く済んだっていう方もいれば、むしろ例えば顔に出て顔のこうちょっと神経の麻痺が残ってしまったっていう方もいらっしゃったり、本当に人それぞれなんですよね。まあ、もちろん同じ帯状疱疹といっても出る箇所によっても全然違うと思うんですけれども、ただ私みたいにこう頭だとボツボツって何か出たとしても、まさかそれがその帯状疱疹だとも思わないし、調べたらば老廃物が頭皮に出るなんていう、そんなのも出て、あ、じゃあ私美容室でヘッドマッサージ今度一個痛み収まったらなんて思ってるぐらいだったんですね。だから素人判断って本当に良くないなっていうふうに改めて思いましたし、そのまずは例えばこう肋間神経痛とかで残ってしまうような方、このあばら骨のところに出るような方っていうのは、まあ、やはりそのすぐに見てわかるので皮膚科に行きやすいと思うんですけれど、私みたいに頭皮に出た場合、なかなかその皮膚にできているっていうのが発見が遅くなりがちなところっていうのもあると思うので、でもまずは神経がちょっと違和感があるなとか痛いなとか、そういう何か違和感を感じたら、まず一つとして帯状疱疹も疑ってみてほしいなっていうふうに思います。それでまず皮膚科に行ってみて、あ、これは帯状疱疹でないですって言ったら、まあそれでね、またその次のところに行けばいいわけで、帯状疱疹の痛さは本当に、この例えばお産だったら、まあ十何時間とかで痛みも済みますけれど、神経の痛みはそれが私の場合3週間続いたりしたので、本当に辛いので、ぜひ、あ、これはちょっと神経がおかしいなって思ったら、ぜひ皮膚科も一つ考えの中に入れていただければなっていうふうに思います。本当に特に最近この帯状疱疹も、
発症するのが若年齢化、だんだん若い人たちも出てきてるっていうことで、私のお友達でも、20代の時に、仕事のストレスで、ご主人が、一人はご主人が30代の時に重い、帯状疱疹になった、それから20代の時になったっていう男性もいるし、ね、だから、若いからならないとはもう言い切れないものですので、そして、誰もが体の中にね持っているその水痘ウイルスが体がこうバランスが崩れて悪さしてっていうので、起こりうるものなので、決してこれは脅したり怖がらせたりっていうことではなく、私の実体験として早くに発見していればこんなに治療が長引くこともなかったっていうその経験談として皆さんにちょっとシェアしたいなと思いました。ということで、この特に季節の変わり目なんかも、そういう不調が出やすいなんていうのも聞いたりしたので、皆さんもね、くれぐれも日頃から自分の体のメンテナンスをして、なるべくこの、ストレスの多い現代社会ですけれど、うまくストレスをリリースする方法を見つけて、自分の体に負荷をかけすぎないようにして、健康で生活していただければなというふうに思います。ということで、今回はね、ちょっと私の帯状疱疹の体験談をお送りしました。